ビッグベンはイギリスの首都ロンドンにあるウェストミンスター宮殿に付属する時計台の大事象の愛称。現在では展示て時計台全体、大時計そのものの名称として使われている。1859年5月31日に作られた。1834年に消失したウェストミンスター宮殿の再建にはチャールズ・バリーの設計したゴシック復興様式のものが採用された。 そして、宮殿の設計責任者であるバリーは併設する、時計台の設計をオーガスタス・ピュージンに依頼した。そのため時計台は、初期のピュージンによる設計を彷彿とさせるものとなっている。時計台の高さは96.3メートル。下部の61メートルは、レンガ造り、残りの高さは、中鉄の先頭からなっている。時計の文字盤は、地上55メートルに位置している。 地下鉄ジュビリー線の延伸などで地盤状態が建設時とは変化し、時計台はわずかに北西へ傾いている。傾斜度は約1、250文字盤の位置でおよそ220ミ、mm、リメートルほどである。また、熱の影響で1年かけて東西方向に数ミリメートルぶれる。大時計の文字盤はピュージンによって設計された。直径メートルの鉄枠に個の 乳白ガラスがステンドグラスのようにはめ込まれ、文字盤の周囲には金メッキが施されている。それぞれの文字盤の下には金文字のラテン語でドミネサルバムファクレジナムナストロムビクトリアムプライムムと刻まれている。ビッグベンの時計を設計したのはスーミツイン議員でアマチュア時計学者のエドマンド・ベケット、デニスンと王室天文館のジョージ・ビドル・エアリーである。 時計は1854年には完成していたが、時計台の完成は1859年4月10日で、あったため、その間に、エドマンドが考案した二重三脚重力式脱進機が採用された。この脱進機によって、振り子と時計構造をうまく分離させることが可能となった。振り子は、風の影響を受けないよう時計部屋の真下にあり、振り子自体は、長さ3.9メートル、 重さ3 0 0ラム、2秒ごとに時を刻む。構造全体では重さごとになる。ビッグベンはウェストミンスター王時計の時計台で最も大きな鐘につけられている愛称である。1856年8月6日に鋳造された初代の鐘は時計台が完成する前にすでにウェストミンスター宮殿の庭まで運ばれていたが運用前に修復できないほどの日々が入り、 代わりの金が再鋳造されることとなった。新しい金の重さは13.5トン、高さ2.2メートル、直径2.9メートル。この金が初めて鳴らされたのは1859年7月11日である。しかしその9月、運用開始からわずか2ヶ月で金の下による日々が入ってしまった。その後3年間は市販事象のうちで最低温の金が事象を鳴らした。 修繕ではより軽い舌を取り付け、ひびが広がらないようにひびの円に四角い穴を開けた。さらに新しい舌が損傷のあった箇所を叩かないよう、金の向きは1、8回転された。これが現在の大事章であり、以来このひびが金に独特の音色を与えている。2009年7月11日には、初めて金を鳴らしてから150周年を迎え、 壁に150周年の文字と鐘の絵がライトアップで描かれた。毎日奏でられるビッグ・ベンの鐘のメロディは4つの音で奏でられる日本の学校で採用されている修業チャイムのメロディの元となったとされる。正式な曲名はウェストミンスターの鐘という。このメロディはイギリス議会による公式サイトよりダウンロードできる。ビッグ・ベンという名称は 工事責任者で国会議員のベンジャミン・ホール卿の名にちなんで命名されたという説のほか、当時のヘビーウェイト級のボクシングチャンピオンの名前から来ているという説など、その由来には複数の説がある。2012年6月26日、庶民院の委員会において、英国女王エリザベス2世の在位60周年を機にビッグ・ベンがある、時計等の名称をクロックタワーから、 エリザベスタワーに解消することが了承された。毎年夏時間と冬時間を切り替える際に時計を止めて部品の補修、交換、金の調律などを行う。2017年8月21日に開始される。補修では2022年まで金の稼働を停止する。2021年に終了する予定だったが、コロナウイルスの影響で2022年の4月から6月に、 終了するようである。イギリスの欧州連合離脱に合わせて回収中のビッグベンの金を鳴らそうという動きが一部のイギリス会員議員により検討され、当初の離脱予定日であった2019年3月29日にビッグベンを鳴らす許可が議会に提出されたが、ジョン・バー公会員議長により却下され頓挫した。その後 EU 離脱は延期され、同年11月にバーコーが 会員議長を退任し、12月の総選挙を経て2020年1月31日の離脱が決定的となったことを機に、再び計画が動き出した。しかし、金を鳴らすには50万ポンドもの予算が必要となる。ことから実現のハードルは高く、計画の支持者らによって25万ポンド以上もの寄付金が集まったともされたが、結局は金は鳴らさず、 首相官邸の外壁にビッグベンの時計を映し出し EU 離脱をカウントダウンで迎える計画に変更された。英国時間の2020年1月31日午後11時、イギリスは欧州連合から離脱し首相官邸の外壁に映し出されていたカウントダウンの時計が0時となった瞬間にビッグベンの映像が映し出され録音された鐘の音が11回鳴らされた。 ありがとうございます。